疲れただろう、おしま。なに、もうすぐだ。この峠の向こうにゃちっちゃな宿場町がある。まずそこで一休みだ。しかし木曽路は夏でも寒いっていうが、全く気持ちいい汗をかかしてくれるで。おう、なんだなんだ、てめえたち。やぶから棒に踊り出て、手にはみなダンベラを握ってよ。なんだと？一年目の出るの時の仇討ち？この年じゃ、一宿一般の神器から、助っ人出りゃ当たり前じゃねえかい。おしま！てめえら、いきなりなんてこと。女房切りつけるだ、筋違いだろう。ざっと数えて七人か。一人残らず叩きってやるから、覚悟しろい！また雲助どもが悪さをしてやがる。やいてめえら、追いはぎまがいのことをやってると叩けるぜ。ははは、雲の子を散らすように逃げていきやがった。あ、なに、助けたからって礼を言うには及ばねえやな。おっと、こりゃいけねえ。まず俺の背中に乗っかりなせ。外までお連れいたしやす。だ
いて女房と呼びたい宿で、聞けば聞けば聞けば亭主を訪ねたり、これはご主人で、よかったよかった、無事に会えたんだ。二人仲良く気をつけて江戸へ帰りなせや。じゃああっしはこれでお別れいたしやす。長戸つ一本わらじを履いて、土足裾取り追い飛ばしやす。ついて疲れて手に手を引いて、基礎は架け橋仲良く渡れ、これがこれがこれがまさき道、おきみやげ。おしま、これから寂しい一人旅だ。おめえに会えるのは夢の中だけだな。雲の上からしっかり見守っててくんなよ。